県内では新たに1146人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました過去3番目の多さです自治体別の新規感染者です浜松市が264人と最も多く次いで静岡市で194人磐田市で69人沼津市で68人藤枝市で53人などとなっています 合わせて1146人と過去3番目の多さで1000人を超えるのは4日連続日曜日としては最多です病床使用率は西部で40%を超え県全体では32%重症者用は一人で2.1%です新たなクラスターは浜松市中区の高齢者施設ラクラス・広沢レジデンスなどで 合わせて4件発生しています。